9歳。サッカーやってます？やってます。好きな選手は誰ですか？好きな選手、正直に言っていいよ。大谷とクリス。呼びつけなの？怪我の具合はどうですか？怪我の具合はですね、割と良くなってきてます。十何年いつも応援してます。あ、そんなにですか？はい、ありがとうございます。普段準備、練習の準備するようなのと同じような準備をするので、あんまりなんか特別なことはしないですね。結構みんななんか音楽聴いて集中してるんですけど、何聴いてるのかなって気になってます。レイソルが好きで今年柏に家を買いました。理由がそれですか？はい、そうです。すごい。納得したんですか、奥さんは？はい、納得しました。私たち学生サッカー の、はい、写真を撮っていて、私はレイソルユースの写真も撮りによく行ってるんです。今コロナで行けてないんですけど、また再開したら行きたいなと思ってて、選手としてどういう写真が撮ってもらえると嬉しいみたいなってありますか？いや、でもやっぱ試合中の写真って、まあ、プロになったらこうカメラマンの人だったりチームの方が撮ってくれるのあるので嬉しいですけど、ユースとか学生の頃ってやっぱなかなかないんで、もらえるのは、撮ってもらえるのは何でも嬉しいですけど、今でもなんか学生の時にもらったのとか見ますよ、たまに。本当ですか？本当に。将来医療人を目指してる医療学生で、勉強が大変なので。追試、二人とも追試だったんですよ。勉強頑張ってくださいって言ってもらってもいいですか？ちょっとやってほしいです。はい、大変だと思いますけど、勉強頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。はい、大谷選手の、はい、いつもそのひげかっこいいなと思って、ありがとうございます。プレーも見てるんですけど、そこの注目してて、ちょっとこれもあるから剃りましたよ。本当ですか？毎日お手入れとかされてるのかなと。なんかお手入れとか、いや、もうコロナ禍なんで、はい、マスクしますし、剃る回数はもうめちゃめちゃ減りました。あ、本当ですか？